アスナの料理は確かにすっごく美味しかったよね。また食材を見つけてきたらアスナに料理してもらうよ。うん、任せて。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。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 私？そうなんだ。ありがとう。でも
肉料理しろって言われたら、あれは定番じゃない？1位も決まったところで、早速みんなで食おうぜ。さすがキリト、分かってるね。やった、すっごく嬉しい。またキリトに作ってあげるね。よし、そんじゃ1位も決まったところで、早速みんなで食おうぜ。こっちは早く食べたくて、さっきからうずうずしてるんだからよ。俺もだ、キリト。早く食べようぜ。いただきます。よっしゃ、一生分の肉を食うぜ。つくんじゃねえぞ、しっかり味わえよ。そうは言っても、高級食材なんだから、止まらねえよ。そんなに痩せらなくても、まだたくさんあるのに。でもこうやって自分の作ったものを食べてもらうのは悪くないわね。そうそう、私が鍛冶屋をやっているのも相手に喜んでもらいたいからだしね。私たちも早く食べないと自分の分がなくなってしまいそうです。私のもどんどん食べてね。いやー、堪能したぜ。俺、生きててよかったよ。一家に一度はこんな日があるといいな。大げさね。でも本当にどの料理も美味しかった。思い出すだけで幸せになれそう。様でした。あれだけの食べっぷりを見せられると、作ってよかったって思っちゃうな。みんなでこうやってワイワイやるのってすっごく楽しいね。
ここの宿屋に泊まっていくね。私、もっとみんなとこうしていたいな。大歓迎ですよ。夜はいっぱいおしゃべりしましょう。うん、賛成。ストレアさんのこと、いろいろ聞かせてほしいな。私、ごめん、なんか苦しくて眠れないの。ううん、ちょっと違う。ごめんね、心配かけて。多分、私自身の問題だから。関係してるのかな？私、時々頭の中に自分でない誰かがいる気がするの。その誰かの頭が痛くなると、私も一緒に痛くなって。いろいろなものが、私の頭の中に流れ込んでくるの。うん。なんかいろんなもの。でも、それが何なのかはよくわからない。何か、すごく大事なんだけど、忘れちゃってることみたいな。でも、それを思い出しちゃうと、私が私じゃなくなっちゃう気もするの。それが、とっても不安。キリトとお話ししてたら、なんだか眠くなってきちゃった。今晩は、ここで寝てもいいよね。
もうここで寝るって決めたの。おやすみなさーい。どうしたの？入るよ。おはよう、キリトくん。わけって、何が？ストレアさんはちょっと前に帰っちゃったよ。キリト君を起こそうとしたら寝てるからいいよって。昨日はすごい楽しそうだったよね。またいつでも来てねって言っておいたよ。怪しいけど